夫婦交換騒動は、1914年公開の短編サイレント映画、キーストン社による制作で、主演、監督は、チャールズ・チャップリン。1971年に、映画研究家ウノ・アスプランドが制定した、チャップリンのフィルモグラフィーの整理システムに基づけば、チャップリンの映画出演34作目にあたる。日本語表記は他に、メイベルとチャップリンがある。チャーリーと、 妻は公園を歩いていたとき、アンブローズとその妻と出会い、すれ違う。そのとき、チャーリーとアンブローズは、互いの妻が好きになり、追い回し始める。そこに警官と通りすがりのトルコ人が加わっていち、騒動となった。チャップリン、メーベル、スウェインとフィリス・アレンという主要メンバーの顔ぶれは、他人の街頭と同じであるが、この作品では、夫婦の組み合わせが、 他人の街頭とは違ってチャップリンとフィリス、メイベルとスウェインという組み合わせになっている。仕込めで口やかましいキャラクターであるフィリスとは、給料日でも夫婦を演じている。エトセトラ1914年制作、2010年発見の泥棒を捕まえる人を除く。ありがとうございます。